どうも、高橋美也です。今回の企画は、お絵描きの時間ということで、絵を描いていきます。どんな企画かというと、僕ですね、絵が、まあまあ上手いんですよ。どれぐらい上手いかというと、学校で一番上手い人レベルですけども。ということで、僕はですね、絵の描き方というか、こういうところにこだわったりとかして描いてますっていうのをご紹介できたらなと思います。今回第1回ということで、僕の絵の歴史を振り返っていこうかなと。どんな絵を描いてきたのかなと。どんな特徴があるのかなっていうのを探していけたらなと思います。まずですね、幼稚園。幼稚園の頃の僕の絵っていうのが描きながらちょっと説明させていただきますけども、消防車。赤い四角描いて、タイヤ描いて、窓描いて、ホースを乗っけてて、はしごが乗っかっててっていうのをよく描いてました。あと僕がよく描いてたのが、はい、ウルトラマンです。ちゃんとエピソードもあって、まず消防車についてなんですけども、幼稚園ぐらいの頃だったと思うんですけども、当時仙台市の若林区に住んでたんですけども、市役所ではないかな、区役所とかにだったと思うんですけども、絵が飾られまして、消火活動の絵が飾られてまして、絵は残ってないんですけども、記念に見に行って撮った写真があって、そこに描かれた絵を見れることができるんですけども、幼稚園の頃の僕の絵の凄さ、紹介します。消火活動の絵だったんですけども、消火活動を描いてくださいって言ったらどう描きますか？一般的に言ったら、やっぱこう家があって、火事が起きちゃって、こう人が、助けてみたいな、助けてって言ってるところに消防士が来てくれて、消防士さんが消火活動をするっていう。これが一般的な消火活動の絵だと思うんです。僕はね、こうは描いてなかったんですよ。ちょっと違ってた。どこから火が出たか。木です。街に生えてる木一本に火が燃え移ってるんですね。こういうことなんですけども、この消防車、メインじゃないんですよ。燃えてる木の一番そばに止まっている車がありまして、車を僕はですね、正面から描きました。構図としてはこういう感じです。消火活動してる消防士さんが、いるんですけども、ヘルメットかぶせて、しかも、後ろにちょっとヒラヒラってついてるじゃないですか。ヘルメットあって、後ろにこう、こういう感じのやつです。これをかぶせてます。しかも、まさかなと思ったんですけども、ホースの先を辿っていきました。そこには何があったかというと、消火栓につながってました。変な知識を入れてたんでしょうね。それだけではありません。空を見てください。この赤い玉、何でしょうか？太陽。いや、違います。消防ヘリ。消防ヘリが飛んでました。ウルトラマンについてもちゃんとエピソードがあって、テレビマガジンっていう雑誌があって、ウルトラマンとか仮面ライダー、戦隊ものとか、そういったものを扱ってる雑誌なんですけども、ウルトラマンとか仮面ライダーのページの後ろにお便りが載せられるコーナーがあって、絵を描いて、送るとそれが載せられるっていうような仕組みだったんですけども、僕それを送ってまして、結構な確率で載せてもらってたんですよ。僕がそのテレビマガジンにそれ買って読んでた時期っていうのが、ウルトラマンコスモスの映画とかがやってた時期なんですよね。そういう時期に書いて送ってたのが、ウルトラマン太郎なんですよ。それで載せてもらったのかなと。こいつはちょっと違うぞと。みんなコスモスとかジャスティスを送ってくるのに、父母太郎とかセットで書いてきやがるみたいな。ハーピンが乗るとハンカチ送られてくるんですよ。10枚とは言わないですけど、近いぐらいの数持ってたんですよ。なので僕それがね、当たり前だと思ったんですよ。絵描いて、送って、乗って、ハンカチが届くっていう。そういうもんだと思ってたんですけども、小学校2年生の時に僕転校しまして、転校先の小学校で、なんか皆さんプチ自慢をしましょうみたいな時間があって、クラスメートの一人がテレビマガジンとかを話してて、ハガキを送って、それが乗りましたってみんな、バーみたいなパチパチって拍手してて、それ見た時に当たり前じゃねえんだと思って、それぐらいその幼稚園の頃はやっぱ無双状態だったと思います。絵に関しては。小学生の頃の絵っていうのが流行ってたっていうのもあって、ケロロ軍曹とかっていうのをね、描いてましたね。これで、一つだけ絵のスキルとして覚えたことがあって、今ではケロロ君と同じなんですけども、ドロロ兵長っていうのがいるんですよ。後ろ
後ろにですね、ヒラヒラっていうのがついてるんです。それまで僕は、こうやって書いてたんですよ。なんか違うじゃないですか。で、何が違うかというと、平面なんですよね。立体的に書かないといけない。正面から見た時に、めくれてる部分を先に書いちゃう。そうして、最後の点と同じ位置じゃなくて、ちょっと途中から書いてあげることによって、わかりますかね？この立体的に見せることが、できると。もう一つ、この小学生時代に描き始めたのが、武将。どんな絵描いたかというと、肖像画、信長とか、こういう感じで、武将の絵も描いていました。さあ、そして、中学生、高校生の頃、どんな絵を描いてたかというと、自画像、授業でも3枚描いてます。結構描きすぎちゃって、見なくても描けます。自分は。自分の顔。なんかちょっとかっこよく描いてるな。ちょっとかっこよく描いちゃってますけども、見なくても描けちゃう、自分の顔なんか。目とかもね、リアルに描くときとかね、ちゃんと目の形までちゃんとリアルに描く。自画像で失敗って言うと、小学校の時に戻るんですけども、卒業式の1週間ぐらい前に、小学校1年生くらいの時の自分の絵を描いてきてって言われたんですよ。僕は、小学校2年生ぐらいの時の写真があったんで、描いてきたんです。そしたら、卒業式の日、びっくりしました。僕は転校してきたんで、他のクラスメートが小学校1年生の時に描いた自分たちの顔の絵とともにその絵が飾られてたんですよ。絵が上手い僕の小6の画力を一般の小学校1年生の画力の人たちとぶつけることになるんですよ。カオスです。自画像の他に似顔絵とかも描くようになってきました。こだわりというか、がありまして。デフォルメで描いても怒らない人、怒って関係が崩れても別にいい人だけを描いてます。悪気はないですよ。悪気はないですけど、ただ本当に生きてる人間を描くのが苦手なんですよ。男の子だったらまだいいんですけど、女の子ってやっぱ可愛く描かないといけないじゃないですか。可愛い。こう書くっていうのが難しくて、本当に特に鼻ってさ、こう書いてもそれに合う顔なんかないし、こんな感じで書いても鼻でね損しちゃうっていうのがあるんですよ。だからね、ほんと難しくて鼻書くのが。そんな時に出会ったのが Wii のすごいのは、組み合わせによってやっぱ似せることができる。顔のパーツのパターンを覚えれば似せることができるんだって思ってからは、デフォルメで書くっていうのを恐れなくなりました。で、まあ、現在は、引き続き、武将とか、あと、コンテとか描くときは、自分の顔とか、あと、芸人さんとか描いてましたね。ということで、まあ、ここまで振り返ってまいりましたけども、細かいところをちゃんと描きがちにしてる人を描くのが苦手、っていうのが分かりました。第1回の、お絵描きの時間は以上となります。今回、さらっとしか描いてなかったんですけども、次回は、こんな感じで書いてるよっていうのをもうちょっとより詳しくお話ししていけたらなと思います。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。